アメリカのトランプ大統領は、白人の警察官による暴行で黒人男性が死亡した事件への抗議デモをめぐり、首都ワシントンに派遣した州兵を撤収させることを発表しました。トランプ大統領はツイッターに、事態は完全に制御されたと投稿し、州兵を撤収させることを発表しました。 ワシントンには州兵のほか、さまざまな機関から合わせて5800人以上が出動していました。ワシントンのバウザー市長は先週、現場で取り締まる人員が多すぎてデモの参加者からさらなる反発を招く恐れがあるとして、大統領に州兵などを撤収させるよう求めていました。